え、日本のワインなんですかって驚いちゃうぐらい、まあ、凝縮度が素晴らしかったです。これね、もうめちゃめちゃもうめちゃめちゃ飲んでみたいんですよ。毎度ワイン三昧竹前です。今回は大ヒットワイン漫画神の雫に登場した日本の赤ワインを紹介していきます。神の雫といえば世界で累計1100万部売れた、もう国内外で超超有名なワイン漫画ですね。そして亀梨くん主演でのドラマ化もされますね。ではまず神の雫のあらすじを簡単に話していきたいんですけど、主人公神崎雫がイケメンワイン評論家のトーミネッセと雫のお父さんの遺産をめぐってワイン探しのバトルをしていく、まあそんなストーリーです。神の雫の中には数百ってワインがたくさん登場するんだけど、その中にはなかなか買えない高級ワインだけではなくって、我らが誇るこの日本のワインもたくさん登場するんです。今回はその中でも私が実際にワイナリーに行ったことがあったり、まあ、飲んだことがあったり、私も大好きでぜひ皆さんに知っておいてもらいたいっていうね、日本ワイナリー日本ワインたちを5つに絞って紹介していきますよ。で、神の雫が掲載したワインってもう瞬く間に人気になっちゃって、入手困難になることもあるほど、もうワイン業界では影響のある漫画なんですよね。また年に800本のワインを飲んでいる神の雫原作の阿木忠さんがわざわざ漫画に載せるほど厳選されたおすすめワインだから、もうこれはぜひぜひチェックするべき、飲んだことがなかったら飲むべき、そんな日本の赤ワインたちですからね。日本ワインって白だったら2000円くらいで美味しいって思うものたくさんあるんだけど、まあ、この価格だと正直赤ワインの場合はこうなるほど美味しいって思えるものはまだまだ少ないと思うんですよ。でもちょっと高いけど5000円出したら価格相応のワインはあるんです。だからそんな価格相応に美味しい日本の赤ワインを飲んだことがないんだったらぜひ挑戦してほしい。ちなみに日本ワインが出てくるのは39巻から49巻に比較的集中してまして、なんでかっていうと雫がね勤める太陽ビルという会社のワイン事業部でよし日本ワイン機構をしようという企画感が出まして、ここ数年でね目まぐるしくピーンって伸びてきてる日本ワインを皆さんに知ってもらうべく、日本ワインのセット販売をするためにどんなワインがいいのかってね探す旅に出るからなんです。では紹介していくね。1本目は長野県塩尻市にある林農園五一ワインというワイナリーから秘境ヶ原メルロ、お値段5500円くらいです。味わいはフレンチオークダルを使用して熟成させてるので高級感があって、カシスやブラックベリーのような果実香と熟成による上品でふくよかな香りとのことです。漫画の中では主人公雫は驚いたな、しっかりとメルローなのに同時に思いっきり日本のワインだ、若々しくて切りたての名木のような香りがする、例えて言うなら柘植の櫛に艶やかな髪を溶かす乙女のようなワインだとね言っていまして、私が大好きなキャラクターで雫の上司河原毛部長はこの辺りでは昔から売られていた有名な地ワインなんですと紹介してますね。で、五一ワインはミスワイン日本大会の前に一人で行ったんですけど、もうびっくりしちゃうのが畑をねもう自由に見学できちゃうんですよ。普通はさ現地のスタッフの方が一緒になって、まあ、付き添ってもらって見学したりすると思うんですけど、どうぞ勝手に畑あるんで見てきてくださいみたいな、もうそんなスタイルなんですね。いやいやーみたいな、ぶどう触れちゃうんですけど大丈夫ですかみたいな、もちろん触らないですけど、五一ワインは日本ワイナリーの中でももうかなり古くからある伝統的なワイナリーで、まあ、昔ながらの古き良きワイナリーというイメージです。そして立て続けに紹介されていたのが2本目、こちら同じく長野県塩尻市にある井筒ワインというワイナリーのシャトー井筒メルロー、お値段8700円くらい、井筒ワインさんの中でもう最高級クラスのワインですね。味わいは塩尻市で収穫されたメルロー酒を、まあ、醸造後こだルの多くにて18ヶ月貯蔵熟成してるので、メルローの持つ柔らかな味わいに本格樽熟成の深み厚みを感じられるワインとのことです。これねもうめちゃめちゃもうめちゃめちゃ飲んでみたいんですよ。漫画の中では何なんだこれは、日本のワインですか、多くの日本のワインに足りなかった何かを演出できているとね雫はね驚いてますし、他の仲間たちもこれは香りだけでもテロワールを感じるとね言ってまして、そしてね雫はねまだ競走馬とか騎馬兵が乗るような戦いのための春芽ではない、もっと優雅で幸福なイメージだ、大事に育てられた美しい馬が手紙をなびかせながら草原を駆け抜けている、乗っているのは貴婦人、西洋人なのか東洋人なのかわからない、どちらであってもこの馬にふさわしい騎手なんだと表現してますね。最後に河原部長がブラインドで飲んで日本のワインだと見抜くソムリエはそう多くはないでしょう、かといってフランスのワインだとも言えない、このワインは長野県の誇る素晴らしいメルローワインの一つですとね、漫画内でめちゃめちゃ
ベタ褒めされてますね。こちらもワイナリー見学やワイナリーに行って何種類もね試飲させていただいたことがありました。もうね全てのワインが正統派で綺麗な作り方をしているなというのが私の印象です。ちなみに井筒ワインは試飲がプラスチックカップにて、もう冷蔵庫に入ってるワインは自由にやってねみたいなスタイルなので、もう無料で試飲して酔っ払えますよ。あ、でも今コロナの時期になってどうかわかんないんですけど、昔はできました。井筒ワインさんはねもう味とか雰囲気とか超大好きです。で、実はこちらのワイナリーは五一ワインの徒歩20歩ぐらい真向かいに位置してるんですね。なので塩尻に行った際はどちらのワイナリーもぜひ伺ってほしいです。3問目はこちら、日本が誇る大手ワイナリーシャトーメルシャンからマリコビンヤードオムニス、お値段16,000円ぐらい、プカーンみたいな。漫画内ではカベルネソーヴィニオンメルロ、カメルネフランに黒い宝石と呼ばれる日本で開発された交配品種をわずかに加えています。長野で特別に日照時間が長い土地の一つで作られるのがオムニスなんですよね。で、雫はオムニスを、このワインはシャトーラトゥールを思わすクラシカルな神々しさと力強さを感じる、今飲んでも美味しくって長熟もするに違いない、確かに日本の三大シャトーの一角と言ってもいいかもしれませんね。神の雫あるあるのね、壮大なシャトーじゃなくってもう冷静にコメントしてます今回は。で、シャトーメルシャンは私は実際山梨県勝沼と長野県塩尻のワイナリーは行ったことがあって、まあ、どちらもね丁寧に醸造所を見せてもらいました。で、今までいくつか日本ワイナリーを見学させてもらったことがありますが、シャトーメルシャンは機械設備樽の大きさそれに数もう全てが壮大なんですよ。そしてとっても清潔です。で、写真はねこうピジャージュっていうワインを作る工程の作業どんな感じでやってるのか教えてもらってるところですね。本当にね現場に行かないと分かんないことたくさんあります。本当面白かったです。で、オムニス自体もラッキーなことにね以前友人が持ってきてくれて実際に飲んだことあるんですけど、味わいはカシス、ブラックチェリーなど黒系果実をベースで、あとはなんかチョコレートとかバニラ、樽由来の香りが優しく全体を包み込んでるなーっていう、程よい酸と豊かな果実味としっかりしたタンニンを感じられる、そんなワインでした。なんかねお上品でお嬢様のような気品感じるワインでした。ちなみにオムニスとはラテン語でスベッテっていうことを意味していて、マリコビンヤードのポテンシャルを最大限表現していることに由来しているんだそうです。ちなみにこちらブドウ畑を見ながらねお食事ができるようになってるんですよ。まあ、東京から山梨って近いですし今度行ってみます。はい、4本目はこちら、山梨県北杜市津金にあるボーペイサージュというワイナリーから津金ピノノワール。お値段がねもうちょっとねもう調べても正規の価格が分かんないんですよ、売ってないから。でもねネットで1万円くらいで売られているのを見ました。多分オークションとかだったと思うんですけど。で、味わいはイチゴのチャーミングさや枯葉や土を感じるとのことです。で、漫画内では39巻にてワインが好きな同志たちとみんなで様々な日本ワインを試飲していくっていう場面で登場してます。しかしねこちらの津金ピノノワールが紹介されてるのはほんの一瞬なんですよ。ここに集めたものは全て家族経営のブティックワイナリーのものなんですよからの、あー知ってます、なかなか手に入りにくいんですよね、以上です。このタイミングで他のワインもどんどん紹介されてくので仕方ないんですけど、ボーペイサージュは以前友人が主催するワイン会にてツガネーラ・モンターニュというメルローのワインを飲んだことがありまして、え、日本のワインなんですかって驚いちゃうぐらい、まあ、凝縮度が素晴らしかったです。本当に濃密なワインで、正直日本ワインで一番感動した赤ワインです。でも本当に手に入らないんですって。そうだから以前超絶レアワインにてボーペイサージュについて語ってるのでよかったら見てください。そうだからかよくワインを置いているお店にてね空ボトルが飾られてるのは見たことがあります。それだけねお店の人も自慢したくなるような美味しくまた希少なワインなんですよ。はい、では最後5本目はこちら、大阪にある中村ワイン工房というワイナリーから頑固親父の手作りワイン、お値段2500円ぐらい、漫画内の描写にて、なんとこちらのワイナリーは先代がね1980年の終わり頃65歳の時に突如ワインを作るって言い出して先祖代々の土地を一人で開墾し始めたワイナリーとのことなんですね。だから水路を作ったりとか水はけを良くするためのコンクリートブロックを4万個集めてね、しかも軽トラで運んで埋め込んで畑を作っていたそうなんですよ。でもその親父さんはもう亡くなってしまっていて、今は2代目として息子さんが引き継いでます。で、雫は頑固一徹を通して息子に果たせなかった夢を託したってわけっすかねーって言ってますね。だから2代目はワインの名前に頑固親父の手作りワインという名前をつけてるんですね。漫画内では焼き鳥のレバーと合わせてました。そうするとレバー嫌いな登場人物も案外臭みもなくていけるもんですね、不思議だなーって言いながらねもうバク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 食べてるんですよ。そして雫がその男性にこれが料理とワインの結婚マリアージュ
とね自信満々に言うわけですよ。まあ漫画なんで実際どういう風に言ってるかわかんないんですけど。そしてこのワインというね飲み物は料理から新しい魅力を引き出してくれるかもしれないんですねとね気づきを与える一本となるんですよ。ちなみにブドウはカベルネソーヴィニオン、メルロ、マスカットベイリーエ、ミツオレッドだそうです。そしてねこちらのワインはこの神の雫を読む前に湯島のお店にて同じワインをいただいたことがあったんですよ。なんと私もねたまたま焼き鳥と合わせてたんですね。こうワインの味わいはすごいチャーミングな口当たりだなとねそういう印象なんですけど深みや旨味も感じられて焼き鳥のタレの味付けに優しく寄り添ってくれるそんな最高なペアリングができました。2500円っていう価格以上の味わいは間違いないです。はい、ということでいかがでしたでしょうか。最初にお話しした通り神の雫では39巻40巻にたくさんの日本ワインが登場します。まだまだご紹介できてなかったり私もこれから知っていきたいなって思うワイナリーがたくさん登場するのでぜひ神の雫を一度は読んでもらいたいし何よりも我らが誇る日本ワインを白ワインだけじゃなくて赤ワインももっともっと皆さんにね積極的に飲んでほしいと思うんですよ。ではここで今回の動画は以上になりますがワイン三昧ラインがありまして登録者限定特典を今プレゼントしちゃってまーすよ。ぜひ概要欄から登録してくださいね。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。なんかこの間甲州でめっちゃレモンっぽい酸っぱいワインだったの。だからなんていうの唐揚げにレモンをかける感覚で合わせたらどうなんだろうって気になった。いいね和食に。そうそう和食唐揚げ和食か和食